野球の概要では、公認野球規則に従って、野球の試合は行われる。この校では、野球の試合における流れや、ルールなどを、ある程度まとめて解説する。9人以上の2チームに分かれ、先行、後校を決定する。先行、後校の決定方法は、ルール体系などにより異なる。両チームはあらかじめ9人の攻撃時の打順と、守備時の守備位置を決定しておく。 投手の代わりに打つ指名打者ルールを使用する場合には合わせて指名打者とその打順も決定しておく。試合開始前に日本のアマチュア野球では両チームのベンチ入り選手が審判団を挟んで本類前に一列に並び挨拶を行うことが習慣となっている。プロ野球では試合開始前にセレモニーを行って選手の紹介を行う場合もある。守備側が守備位置につき 打者が打席に入って球審がプレーを宣告することによって試合が開始する。攻撃側は試合開始前に決定した打順に従って投手が投げたボールをバットで打ち1塁、2塁、3塁の順に走り本塁まで到達することで得点を得る。守備側は攻撃側選手が本塁に到達しないように選手をアウトにする。 アウトになった選手は、その時点で、プレイから退く。アウトが3つになると、攻守交代となる。野球のポジション図守備の際は、それぞれの選手はおよそ次の図及び解説に示す位置に立つ。ただし、守備位置は、試合の状況により変化することがあり、投手と捕手以外は目安である。左翼手、中堅手、右翼手をまとめて、外野手、一類手、二類手、 遊撃手、三塁手をまとめて、内野手と呼ぶことがある。投球前は、投手と保守の守備位置は上記に示した位置でなければ、ならないが、それ以外の野手は、フェア地域内であれば、打者の邪魔をしない限りは、どこにいても良い。投球後は、投手と保守も含めすべての野手が、フェア地域内、ファウル地域内を問わず自由に移動することができる。まず、投手が、マウンドから、 本塁後方にいる保守に向かってボールを投げる。打者はバットを使ってバッタースボックスの中から投球を打つ。ただし実際に投球を打つかどうかは打者の判断に任される。打者が投球を打った場合には打者は走者となり、自説に示すルールに基づく。打者が打たなかった場合は球審によりストライクまたはボールが宣告される。 打者が一度の打席でストライクを三度宣告されたものを三振という。ただし、三振した際に一塁に走者がいないとき、または一塁に走者がいても西のとき、保守が投球を正規に補給できなかった場合、打者は直ちにアウトとはならず、走者として一塁に向けて走ることができる。この場合、守備側は打者に食玉するか、打者が一塁に達する前に一塁に食玉することで、 その打者をアウトにすることができる。打者が一度の打席でボールを4度宣告されたものを支球と言い,い、打者には一つの安全審理権が与えられる。打者が投球に触れた場合を支球と言い,い、打者には一つの安全審理権が与えられる。ただし、投球がストライクだった場合や、打者が空振りした場合はストライクである。また、打者が避けられるのに避けなかった。 あるいはわざと投球に触れたと球審が判断した場合は支球とはならずにボールが一つカウントされる。打者がアウトになるか、走者として一塁に達したら次の打者の打順となる。打者走者が野手の失策や野手選択によらずに一塁に達した場合をアンダという。打者が支球、支球やアンダなどで一塁に達した場合を出塁と言い、出塁すれば打者は 走者となる。走者は二類、三類、本類の順に進み、走者一人がアウトにならずに本類まで進塁するごとに、攻撃側に一点が与えられる。走者は常に進塁を試みることができるが、走者が類に触れていない時に野手が持ったボールで触れられると、アウトになる。野手からの触れ玉を避けるために、目指す類と避ける。 直前の自分の位置と結ぶ線から3フィート以上離れた場合もアウトになる。また、走者同士の前後関係が入れ替わってはならず、これに反した場合は常に後ろに位置すべき走者がアウトとなる。一類に走者がいる場合に打者がボールを打ち一類に走ってきた時には一類走者は二類への進塁を試みなければならない。この時二塁にも走者がいれば二塁走者も三塁へ。 さらに三類にも走者がいれば三類走者も本類へそれぞれ進類を試みなければならない。このように打者が一類に進むことによって類上の走者が必ず進類を試みなければならない状態をフォースの状態という。走者がフォースの状態にあるときは野手はボールを持ってその走者が進類しなければならない次の類に触れた場合にもその走者はアウトになる。 フォースの状態にある走者が、その走者自身、またはその走者が進むべき次の類に食まされて、アウトになったものを、特に、フォースアウトという。走者が、フォースの状態にある時に、打者が、死球や死球などで安全に一つ、以上侵塁する権利を得た場合、フォースの状態にある走者は、打者にその類を明け渡すため、次の類に進まなければならなくなる。例えば満塁の時に打者が、 支球や支球で一塁に進むことになった場合、一塁、走者は二塁へ、二塁走者は三塁へ、三塁走者は、本塁に進塁しなければならないから、結果として、攻撃側チームに一点が与えられる。インフライトの打球を補給されて打者がアウトとなった場合、走者は投球当時にいた塁に触れ直さなければならない。リタッチを行う前にボールを持った野手がその塁に触れた場合、 走者はアウトとなる。走者はリタッチができたら、再びアウトになる危険を犯して、進塁を試みることができる。自チームの攻撃中、アウトが3つになる前に走者が本塁に達すると、得点が1点記録される。ただし、例外として、第3アウトが以下の場合には、得点が記録されない。ただし、西万塁で打者に死球が与えられたので三塁奏者に、 本類が与えられたが、三類走者が本類に触れる前に、他の走者が何らかの理由でアウトになった場合に限り、三類走者が第三アウトよりも後に本類に触れても得点が認められる。アウトが三つになったら、講師を交代する。選手の交代等は、一旦審判員にタイムを要請した後に行う。監督は急審に申し出ることで、 出場選手の守備位置を任意に変更したり、出場選手を控え選手と交代したりすることができる。なお、球審への交代の通告を忘れた場合でも、正規に試合が再開し、プレーが一つでも行われたら、球審への交代の通告が行われたものとみなされる。控え選手と交代して、ベンチに下がった選手は、それ以降、その試合に再出場できない。控え選手の人数は、 大会規定等でその上限が定められており、試合開始前にベンチに入る選手は全てメンバー表に記載して登録しておかなければならない。控え選手として登録していない選手を出場させると没収試合となる。また、控え選手なしで試合を行うこともできるが、出場選手に突発の事故等が起こり試合を退かねばならなくなった、などの時に控え選手がいない場合は、 それ以降の試合続行ができなくなり、没収試合となる。交代して新しく試合に参加した選手のことを、打者においては、代打、走者においては、代走、投手においては、救援投手という。プロ野球やセミプロ野球などでは投手には、役割分担がなされていることが多い。この理由には、投手の体力の点が大きいが、投手の投げるたまに、 打者の目が慣れることで打たれやすくなることから、細かく、投手を交代することで打たれにくくするという理由もある。それぞれの役割ごとに先発投手、中継ぎ投手、抑え投手と呼ばれる。両軍の選手による試合後の挨拶野球の試合は、いくつかのイニングに分かれており、イニングのうち先行チームの攻撃時間を、表、後攻チームの攻撃時間を裏と呼ぶ。規定回数までに、 得点の多い方のチームが勝者となる。一般に規定回数は9回であるが、ルール体系により異なる。勝敗が決したとき、球審はゲームを宣告し、試合が終了する。日本のアマチュア野球では、本類を挟んで、両チームのベンチ入り選手が全員整列し、球審のゲームの宣告を合図に挨拶を行うことが習慣となっている。 最終回の先行チームの攻撃が終了した時点で、後校チームの得点が先行チームを上回っている場合は、最終回の裏を行う必要がなくなるので、その時点で試合が終了する。したがって最終回の裏の攻撃は、最終回の表が終了した時点で、後校チームの得点が先行チームの得点よりも少ない場合もしくは、同点の場合に行われる。また、最終回。 または、延長回の裏の攻撃中に、高校チームの得点が先行チームの得点を上回ると、それ以上の攻撃を行う必要がなくなるので、その時点で直ちに試合終了となる。これを、さよならゲームという。最終回の裏が終了した時点で先行側、高校側の得点が等しい場合は引き分けであるが、決着をつけるため延長戦を行う場合もある。 延長戦を行う場合も、決着がつくまで続ける場合、規定回数、または制限時間を設けて、それでも、同点の場合は引き分けあるいは再試合とする場合など、様々である。降雨、天災、日没などで、試合続行が困難になった場合や、規定の得点差がついた場合には、最終回まで達していなくても試合を打ち切ることがある。また、 試合を一時停止にすることもある。引き分けとする場合や延長戦の仕方、試合の打ち切りや一時停止、打ち切った場合の扱い、再試合の取り決めなどについては、各リーグや大会等の規定に基づく。なお、試合中に選手が、怪我などで出場できなくなり、チームから9人の選手を出場させることが不可能となった場合は、没収試合として、危険負けとなる。野球において、 先行、高校のどちらが有利かは意見の分かれるところである。高校有利とする意見がやや多いが、アマチュア中心に先制点を取りやすい選考が有利とする意見も根強い。ありがとうございます。